マンコカパックマンコカパックマンコカパック、またはアヤマンコはインカ神話によるクスコ王国の初代国王である。マンコカパックの出自については複数の伝承が伝えられている。マンククハパックとは素晴らしき石杖の意である。また、ペルーにある国際空港のインカマンコカパック国際空港の名前のもととなった人物でもある。マンコは 太陽神、インティの息子にして、天の神パチャカマックの兄弟とされており、自身は、炎と太陽神として崇拝されたという神話がある。このインティ伝説によると、太陽の神は、マンコとその兄弟たちを、パカリタンボという洞窟からこの世に使わした。インティは、タパクヤウリと呼ばれる金の杖を与え、その杖が、地面に沈むうちに、 太陽の神殿を作るように指示した。彼らは、地下の洞窟を通って、クスコに行き、父、インティを称える神殿を建設した。クスコへの旅の途中、兄弟の一人と姉妹の一人は石になり、偶像になった。なお、洞窟からではなく、父か過去の水中から現れたとされている遺伝がある。ビラコチャ伝説によると、アヤマンコは、ビラコチャの子供で、 クスコの2 5トル南にあるパカリタンプというところで兄弟姉妹たちと暮らしていた。アヤマンコは彼の兄弟であるアヤアンカーやカチ、アヤウチュ姉妹であるママオクリョママワコ、ママラワ、ママクラと途中で遭遇した他の部族の人々を統合しながら旅を続け、クスコの谷の部族を征服しようとした。この時、支配者の象徴である金の杖が父。 ビラコチャによりアヤマンコに与えられたとされるが、一説には、若きアヤマンコは、嫉妬深く、兄を裏切り殺して、クスコの支配者になったとされる。およそ40年間クスコ王国を統治し、法の規定を整備し、人身獄を廃止したと考えられている。法規上は、人が、自分の姉妹と結婚するのを禁じていたが、 彼が姉妹であるママオクリオと結婚したため、これらの法は、インカの貴族には適用されなかった。彼女との間には、次のインカ皇帝となったロカという息子がいた。一説では1107年に死亡したとされているが、一般的には1230年頃まで支配したと考えられている。なお、インカ皇帝の称号が制定される前に統治していたため、彼の称号は、 カパックである。ありがとうございます。